日本神奈川県川崎市、高津区千年千年は、神奈川県川崎市高津区の大技。2011年11月17日時点で、住居表示は施行されていない。郵便番号は213-0022。2010年の国勢調査時点での面積は1.00、平方キロメートルである。高津区の南東部に位置し、神奈川県道14号鶴見溝の口線を、 境として東側が平地、西側が丘陵地帯となっている。河川としては千年を挟むような形で南方に、八上川が東方にその支流である江川が流れている。千年は北端で新作と、東端では千年、新町や江川を挟んで中原区下新城と接している。南端では守牧地や守牧地富士見台と、西端では宮前区、 高津区の野川と接している。住宅地の地価は、2014年1月1日の工事地価によれば、千年屋ざ岩川723番、一概の地点で24万6千円、平方メートルとなっている。当地からは、弥生時代の遺跡が発掘されているほか、羊軍の軍河に否定される。 陽光寺の近くから古代の建物群が発見されており、群画に関連するものではないかと考えられている。また、当地にあるノーマン寺は陽光寺の途中であり、行基菩薩の創建と伝わる。江戸時代の当地は清沢村と岩川村の二つに分かれており、どちらも江戸時代初期には天領であったが、後に旗本領となっている。村高は昇法期の 武蔵田園墓で清沢村が393国2と余り、岩川村が164国余り、天保号町では清沢村が451国4と余り、岩川村が211国8と余り、幕末の休校給料取調べ町では清沢村が464国1と余り、岩川村が214国余りというように推移していた。明治時代には清沢村と 岩川村が合併して、千歳村が成立し、少しして千年村と改名したが、町村制の思考とともに、吉村が成立し、千年はその大技となった。明治時代には、米と麦の二毛作が行われたほか、副業として養蚕もなされていたが、大正末期には、副業が野菜作りへと変化していった。戦時中には、 木炭バスの往来に支障したという中原街道の有山坂も戦後には霧通士として坂が緩和されたほか神奈川県道14号鶴見溝の口線の拡幅整備も行われ昭和40年代以降は宅地化が進行していった随章地名であろうと考えられている近隣に久本末永、久末など縁起のいい地名が多いので それらにあやかったとも考えられる。千年には以下のような小技が存在する。2017年12月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。当地の地下を武蔵野南線が通過しているが、同線は基本的に貨物線であり、また当地に同線を。 利用可能な駅などの施設も存在しない。東急バス、川崎市交通局の2事業者が、東地と先沼駅、宮前平駅、溝の口駅、中原駅、小杉駅などを結ぶバスを運行している。ハローワーク、川崎北。ありがとうございます。